ラジオでも働く魔王様。はい、皆さんこんばんは。テレビアニメ働く魔王様、魔王貞夫役の大阪亮太です。皆さんこんばんは。テレビアニメ働く魔王様、ユサエミ役の彦瀬陽子です。はい、ラジオでも働く魔王様第3回がスタートいたしました。この番組はテレビアニメ働く魔王様の最新情報をお届けするのはもちろんのこと、ラジオはラジオで楽しければ OK の精神で30分喋っていきたいと思います。はい、まあ、そんな感じですけどもね、はい、パーソナリティは週替わり制となっておりまして、今回は僕と日笠さんでお届けしていきます。またまたって言うねん。もう飽きたよ。もうりょうたちゃんのこと飽きちゃった。私もうはあ、じゃあ今日はお疲れ様です。一人で一人で頑張って。私アウトじゃない。よかった。だからまあ放送が始まったっていうのもなってね、はいはい、多分またもう一回改めてこの、ね、2人でやるっていう感じになったと思うんですけども、第1回と同じ組み合わせということで、ね、ありましたけれども、そうなのよ、うん、アニメがスタートして、ね、ついについにじゃない、ね、長かったね。なんかいやだってやるって言ってからだからね。いつアフレコすんだろう、アフレコすんだろうと思って、ね、アフレコしてるなーって思ったら、うん、もういつ放送すんだろうって感じだったね。本当にだからだそもそも決まってから半年以上先だったからね、あの収録始まったのも。そうだよね、そうそうそう、だいぶ先だったので、ね、だから、まあ、まあようやく撮れてっていう感じでね、あって、ね、撮り始めたら本当にもうさっき言ったけどあっという間に終わったみたいな、終わったあっという間だったよ ね感じだったからさ、なんか不思議な感じなんだよね。本当だね、うん、だからなんかどういう感じでこう皆さんが今受け取ってらっしゃるのかが、そう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 、なんかね、まだこれを今収録してる段階ではまだ放送してないからさすがに、うん、ドキドキしてる私、ね、確かにみんなの反応が、ね、ドキがムネムネよ。古いな。しょうがないじゃん、昭和生まれなんだから。働く魔王様9年も経ってんだからしょうがないじゃん。ドキがムネムネだって出るわよ。今はもうキュンですとかでしょ。これ、ね、キュンもう、いやキュンも古いよ。もうこれ古いのか。 今どうなん、今の今何、いやおじさんたちしかいないか分かんないっすよ。一回これになって、これなんかミニサイズになったでしょ。何ハート、何レナハートって、どうやって何レナハートか分かんないのに言わないでくれ。あーこれ、あーえ違うの、だから俺そっちの方が古い感じするけどな。このこういうさ、うん、このハートのやつってさ、ほんとラジオでよく会話に出るけどさ、うん、何の身にもならないよね。ならない。ていうかもう俺たちの年代がやっても痛々しいんだけど。やだやだやだダメです、こんなことやったらね、うん、もう30後半のやつがやることじゃないんですよ。精神年齢はもう9年前のままだよね。ガキのままですよね。ガキのままですよね。ほんと、まあでもこんなノリでやってくラジオもいいんじゃないかなっていう。そうだよね、大人のしっとりとしたラジオはもうなんかね、別の番組。我々は我々にできることを楽しくやっていこうと。りょうたさんは女子とこうラジオをやること、うん、携帯をして本番中に起こる出来事じゃないよ。りょうたさんはラジオ誰か女性とやったりとか、私以外の女とやったことあるの？いっぱいあります。いやないないない、いっぱいはね、いっぱい。逆に俺ないかもしれない。ここだけ切り取られて炎上してほしい。あんまりないかもしれないね。ほんと、ちょっと1年2年ぐらい前にその女性2人と僕1人男1人でやったことはありますけど、まあ、それがちょっとライトノベルの作品だったので、そうやっぱ女の人のキャラクターの方が多かったから。そうだよね、そう逆にだから俺入れてもらってちょっとすごいなと思って。そうだよね、普通女子同士でやるもんね。そうだからもう男女のラジオがさもうないじゃん正直。いや普通なんかほんとないよね、うん、なんかだからそもそももう作品でさ、あの男女バランスがいい作品がもう最近あんまないというか、そういう意味では働く魔王様ってすごいもうちょうど3:3みたいな、ね、そうすごいバランスいい、すごくない、ね、すごい ね、だからやらせてもらってんだよこうやって男女で、すごいな、ねすごいな。一期の時は女性2人だったけどない。やっぱ当時はさほらやっぱちょっとそういう感じ出てたんだよねきっとね。働く魔王様もそういう方向で行こうみたいな。そう多分出てたんだろうな。あとみんな若かったから、ま、今はオールオーケーですか。そう今回はねいろんな組み合わせがあって、ね、楽しいですよ。
はい、ということで、皆様見どころなんて話さなかったけど全然話さなかったけどね、後で話しますから、見どころは、ぜひ皆さん、見ていてください。ということで、アニメ第2話の放送お楽しみに、それでは参りましょう。ラジオでも働く魔王様、最後までお付き合いよろしくお願いします。ラジオでも働く魔王様。はい、さて皆様のお便りをご紹介する前に、明日7月16日は何の日か分かりますでしょうか。はーい、はーい、さっぱり分からない。なんで、なんでなんだっけ、前回言ったじゃん、海の日。違うよ、海の日でも山の日でもございません。なんと日笠陽子ちゃんのお誕生日です。わ、ケーキだ。え、ちょっと待って、なんか想定外のお盆で出てきたんだけどこんなことある。全然ゆっくりじゃなくてスパッと渡すはいっつってなんか暗くなるとかないんだ、ね、ハッピーバースデーの歌も全く歌う気がない。ね、見てお盆だよ、お盆。すごいね。でもケーキはすごいじゃん、これ。ケーキなのかこれは。なんかもうすごい果物盛りだくさん。果物盛りだくさんだな。映ってないね。うまくいってる。全然ピント合ってないからね。全然合ってないじゃん。もうちょっと後ろだね。あ、りょうたがケーキの上に乗ってるみたいになったね。何が面白いんじゃん。何が面白いんじゃん。もうグダグダなんだよ、もう。スタッフさんのありがとうございます。スタッフさんのイヤホンぶち抜くんじゃないよ。ありがとうございます。はい、ということでケーキね、まあ、はい、いつ食ってもいい、今食ってもいいですよ、手で。手で、そう、フォークをね、私がね、ケーキを食べ出すとね、止まらないっていうのを知ってか、うん、フォークを持ってこないっていうね。これ手で食うのだいぶ難易度高いですからね。相当やばいよ、うん、そうなんです。そしてですね、なんと日笠さん宛てに、なんとバースデーメッセージが届いております。結構嬉しい、はい、結構って言っちゃった、すごく嬉しい、すごい嬉しい。まずはですね、原作の和賀原聡先生からかっちゃん、はい、メッセージいただきました、読んでいきたいと思います。日笠さん、お誕生日おめでとうございます。 Thank you。 第1回の収録を聞いて、一期のラジオの CD を引っ張り出して懐かしく聞いてしまいました。あら、また魔王様で日笠さんの声が聞けること、ゆるいラジオが聞けることを心から嬉しく思います。これからもうちの子、エミをよろしくお願いいたします、ということでございます。我が子を託されとるやんけ。そうですよ、託されとりますよ。嬉しい、わざわざ、わざわざ忙しい中ラジオも聞いて、そうですよ、引っ張り出して聞いてくれて、絶賛執筆中ですから多分ね。え、大変な中、嬉しいな、うん、ありがとうございます。そしてまだありますよ。誰、当てる、私。お、誰だと思う。栗林。違います。ザコが、ザコが、ザコ、ザコ、あー、これ言っとこう後で。じゃあ続いてはバースデーコメントです。コメント、メッセージじゃないです、コメントが届いております。何、じゃあ聞いていただきましょう、どうぞ。ハッピーバースデートゥーユー。誰、ということで日笠陽子さん、お誕生日おめでとうございます。佐々木千穂役の遠山奈央です。さあ、今日はそちらのスタジオに伺ってですね、直接お祝いを伝えたかったんですけれども、この時間どうしてもお仕事があって伺うことができませんでした。すごく残念です。あの、前回のラジオの流れ的にもですね、なんかサプライズというか、ゲストというか、ひょっこり遠山現れるんじゃないかみたいな流れもあったと思うんですけれども、この時間撮影をどうやら私しているみたいで、撮影してんの、伺うことができなくて今音声コメントを取っています。でもこういう時に音声コメントをお送りするっていうのはまあまああることかなと思いまして、それじゃあ頭的にはちょっとつまらないかなと思い、来てんの、今私がいる青山の撮影スタジオからですね、いや絶対なんか、私のマネージャーを文化放送さんに派遣しております。
ます。マネージャーさん、ブースに入ってください。そうなんです。ちょっとプレゼントを用意しておりますので、マネージャーさんから渡してもらいたいと思います。おめでとうございます。はい、こちらですね。勝手に私とお揃いのものにしちゃったんですけれども、あとダジャレがちょっと効いているものにはなっているんですけれども、これからますます熱くなるので、日常使いとか、外ロケとかでも使っていただけるかなと思って選んでみました。気に入っていただけたら嬉しいです。改めておめでとうございます。今日のラジオも楽しんでくださいね。バイバーイ。はい、ということで遠山直知からね、声めっちゃ可愛いね。完全にもガヤが強すぎて俺半分ぐらいしか聞けてないですけども、マネージャーさんがわざわざありがとうございます、来ていただいてプレゼントを渡してくださいました。で、何を、あおい、待て、近さの日傘、待て、値札がついてる高いよめっちゃ高いよ、嘘ね、俺もびっくりした、ちょっとピチラッと見て、うえっと、なお、ありがとう、これいい、これすごい、めちゃくちゃいいやつですよ、これはもう車高 99.99%、うん、UV99%、しかもすっごいコンパクト、車高一級、やっぱツルツル真っ黒だね、ツルツルだもん、下手くそ本当だよね、今やっちゃいけなかったよね、早速下手だ、開け、え、ちょっとするね、綺麗に開けて、このあ、うわー、見て、全然リョータのところと、明るさ違うよ、ね、こんなに遮光するんだ、すごい、すごい、こう蛍光灯でも焼けるって言いますからね、うん、今日は私これでやるわ、本当いいの、本当にごめん光をくれよ、いや、すごくない、これ、ありがとうございます、マネージャーさんもわざわざ来ていただいてありがとうございます、いや、素晴らしいですね、一瞬直って本当気づかなかった、寝る前に撮ったのかな、ね、僕からも、僕からもあります、リョータからもあんの、しかもあんたちゃんと女子向け分かって、そうです、これが嫁がいる男の力よ、あの相談しました相談したっていうか、ちょうど買い物、2人で買い物に行ってて、なんかいろいろ見てたから、なんかいいのないって聞いたら、女子はこれがいいよで、分かってらっしゃる、さすがですよ、ありがとうございます、マネージャーさんもありがとうございました、お疲れ様でした出ていって、あれ、わわ、お疲れ様でした、すみません、ありがとうございます、開けてなんでもう咲くよ、なんで咲くの、あんたあんたってば、硬いっしょ、もう店員さんがもう絶対に開けさせるから、全力で向いてね、ありがとうございます、え、なんだろう、え、なんだ、まあこの便利らしいよ、何これ、何これ、え、何これね、なんかアフターメイクアップローション、あ、化粧水ってことだ、ね、なんかメイクした上から保湿できるってこと、マスクつけても化粧が落ちにくくなるやつらしい、さすが、わかってる、う、もうマスク社会ですからね、ほんと、うん、さすが沼倉さん、ありがとう、お礼だよお金出したのは俺、提案は向こうで皆さんありがとうございます、すいません、本当ありがとうございます、いやいや、まあ、改めてね、まあ、まだね、誕生日には来てないですけど、おめでとうございます、いやいや、何歳だと思う、48かな惜しい乗ってくれるから優しいんだよね、怒るとこなんだけどな、普通ありがとうございます、はい、大切に使います、ね、ぜひぜひ使ってください、はい、ということでね、普通歌なんかをね、ちょっと紹介していこうと思いますよ、はい、ちょっとしまうからお待ちないよ、うん、あった、いや、読んできます、読んでしまってる間にね、マオネームコーヒーカップのふちさんからいただきました、ありがとうございます、パーソナリティの皆様お疲れ様です、うっす、ありがとうございまして、第2期おめでとうございます、当時中学生だった私が第1期ラジオドラマ CD やニコ生で旗間を追いかけるうちに気づいたら社会人になり、新入社員から先輩という立場になりました、しかしどうやら後輩の男の子が私に対してとても緊張しているようなのです、うん、
少しでも楽しく気楽に働いてほしいのですが、私自身年下とのコミュニケーションが下手でどうしようと悩んでいます。皆様ならこのような時どうしますか、助けてくださいと。そっか、年下と苦手なんだ。年上の方が全然苦手だけど、私のこと苦手じゃん。じゃうん、そうそうそう、これかこれ意味なさすぎてやばいね、これダイレクトアタックじゃん。年下とのコミュニケーション、どっちかというと年下との方が付き合いやすいけどな。まあ、あ、そうなんだ。精神年齢子供っていうのもあるけど。そうね、否定しろよ、はしない年下でも、あ、なんか私も女性の後輩ちゃんは、うん、もしかして私のこと怖いと思ってないかなって、なんか心配になる時はやっぱあるよ。同性の方があれなんだね。そう、あの、なんかね、あの男性の後輩は、うん、なんかもう私のことヨーコとか呼び出したりするやつもいるし、なんか同世代だと思われてる感じはあるけど、うんうん、女性は、女の子はなんか逆にだから怖くない、怖いって思われないように頑張っちゃう、うん、ああなるほどね、頑張るけどさ、あーいみたいな、なになにちゃんみたいな。ああなるほどね。まあでも根がさ、ちょっと陽キャっぽい感じがあるからさ。陽キャかな、うん、私なんかあんまりその壁は感じないからいいよね。あ、ほんと、うん、でもそれは嬉しい、それは感じない、それは言っていただきたい。女の子ね、壁があるらしいんだよ。壁っていうか、なんか、え、ヨータ？なんかトゲがあるらしいんだよね。トゲ？うん、初心者の人から、初心者初対面の方から見ると、そうなんだ。やっぱよくね、そのそれこそやっぱ女の子によく怖がられてたっぽくて。え、ヨータが？そう。挨拶はね、でも、あ、でもアリミングのお下がりヨータです、よろしくお願いしますみたいな感じで明るい感じで言ってたんだけど、うん、なんかね雰囲気が怖いのかどうか分かんないけど、なんかちょっとそのたまにその友達からなんかちょっと怖がってるみたいだよみたいなこと言われて、マジで？え、マジかと思って、そんな初対面で怖がられるんだと思って。まあもう年上ってだけで怖がられるのかな、あ、もしかしたら。そっかそっか。え、男の子？女の子？女の子。やっぱ女の子の後輩って掃除でやっぱみんなこう丁寧だから、うん、やっぱ年上の先輩には失礼のないようにしなきゃっていう、なんかちゃんとした子が多いのかもしれないいや俺もだからさ、怖がられないように気を使ってるつもりではいるんだけどね。なんかあれじゃない、背高いからじゃない、リョータ。ちょっと立ってみ、ほら、リョータね背高いのよ。私、あ、全然顔映ってんな。そう、私、あなたは意外と普通だね。意外すやばくないこの、なんかすごい高そうなイメージ持ってるんだよね。そう、背高いイメージあるらしいんだけど、ね、160超えてるイメージあったんだよね。そうなの。だからさ、でかいからちょっと怖いんじゃない？これちびっこちゃんたち多いし。もう座ってる時は座ってるからさ。ああ、挨拶する時は座ってるから。動画長いんだよ。おめえはよ。そうや、俺は足長いんだよ。普通の日本人じゃねえんだよ、俺。足長いんだよ。何の解決にもなってないから、でもやっぱ笑顔じゃない？笑顔が大事。そうだね。ニコニコしている人のところにはやっぱりね、うんうんうん、これが集まってくるよ。うん。まあでもそろそろでも飲み会とかも行けそうだから、二人きりとかで、まあちょっと勘違いしてくるか、それは。そうね。それは勘違いしてくる。まあでもなんか少人数とかでね、こうね、お話しする機会とかをね、うんうんうん、なんかね、プライベートの時間持ってもいいかもしれないですね。そうだね。じゃあ次、うん、普通おた。なんでそんなのんびりしてるの？なんかさ、俺が誕生日を迎えそうな女のあれなんだけど、うん、年々ゆっくりになる20代のあのなんかテンパって、うわうわってやってたやつどこ行ったんだろう、ね、確かにね、あんま見てないかも最近。なんかね、急がなくても死なないちょっと悟り開いてさ、そういえば私たち時間見てないんだけど大丈夫かな。もう15分ぐらい経ってんじゃないの。じゃあ魔王ネームクリスさんからいただきました。ありがとうございます。パーソナリティの皆さん、こんにちは。じゃあ、アニメの2期ラジオ開始おめでとうございます。公式サイトのキャラクター紹介を見ていたら、うん、エミとチホが同い年なことを思い出しました、うん。エミは年齢を偽って働いているのもありますが、もし2人が同じ学校のクラスメイトだったらどんな感じになるのか気になりました。皆さんは学生時代に同じクラスにいてほしかったキャラクターいますか？おー、ちなみに2人が同じクラスだったら友人になれそうですか？なれるでしょ、普通に。なれそうだよね。あー、でも
まあエミーはね、魔王対魔王にならなければ普通にいい人だもんね。うん、ね、友達いるし。うんうん。そうね。うん。だからまあ今ね、2人に確執があるからさ、そうなっちゃってるけど、それがなければ別に普通の、それこそ喧嘩友達ぐらいにで仲良くなってると思うんだよね。まあ、むしろ勇者だしリーダーシップありそうじゃない、うん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 、ね、エミとチョウだったらどっちが友達になりたい？リョウタは。エミとチ、どっちだろう。でもなんかあのチーちゃんは逆にこっちが気を使っちゃいそう。なんで？あのなんか傷つけちゃいけない感があるから。優しい、いい子すぎて。そう。下手なことできない。エミはちょっと雑に扱っても許してくれそうな感じ。よくないよ。そういうのよくないよ。そう。でもなんかわかる、うん、なんか手出してくるのもなんかちょっと仲良くなってる感じあるからさ。わかる、うん、なんかそれはそれでいいなって感じはある、ね、エミとはドッジボールしたいみたいな。わかるわかるわかる、うん、ちょっとアクティブな感じでね。ちーちゃんとはなんか教室でおはじきやるみたいな。おはじきピンみたいな。古いんだよ、もう出してくるの。古いね、確かに。おはじきやりたい。次回おはじきやろう。おはじき、なんでおはじきが出てる、数ある遊びの中で。じゃあ次。あ、っていうか私たちさ、アニメの話してないんだけど。アニメの話とかしますか。放送されたんで、ね、第1話の話の流れがめちゃくちゃなんだ。寿司とかもちょっと紹介しときたいと思います。はい、魔王笹塚に叫ぶという第1話でございました、うん、はい、まあ、あのいつものね6畳一間のアパートにいた、まあ、3人ですけれど、うん、魔王寺3人、うん、まあ、いろいろとね家計を圧迫されているんだけど、魔王は下駄箱から何かの気配を感知するんですよ、うん、あれよ、あれ、あんなシリアスな展開になるとは。あれよ、英語の長いワードのあれ、ね。ちょっとど忘れしちゃったけど。言えないのよ、空では言えないのよ。でね、エミの方はですね、うん、鈴野の元を訪問し、まあなんか千穂ともなんかいろいろやりて迎え火をすることになるわけですよ、うんうん、そしたらあのリンゴがドンと出てきて、そう、リンゴから手が生えてきてメンってなって、ね、ついにアラスラムスが登場するという、うん、いつも通りの日常を送っているんだけど、最後にアラスラムスという、そうだね、世界の何かがポンと出てくるというね、そうそうそう、第1話でございましたけれども、いやー、どうだったんだろうみんな。でもなんかバタバタ感はすごい働く魔王様感あったよね。そうだね、1話は特にやっぱり、うん、やっぱなんかこっからね、アラスラムスをなんかこう、うん、中心にして展開していくから、うんうん、ちょっとねストーリーの方向性が少しずつ変わってくるんだけど、そうなんだよね、うん、なんかその働く魔王様がまた始まったらっていう第1話を楽しんでもらえたんじゃないかなと思います、うんうん、はい、もうこっから怒涛の展開ですからね、はい、まあ、アラスラムスの可愛さはまあ実話でも分かりますけど、これからどんどんね、そうなのよ、お出かけとかしますもんね、そうなの、する回とかありますから、そう、第2話にもね、もう本当にアラスラムスが活躍しますので、うん、ぜひ第2話も見てください、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、ということで、はい、ここまでとなります、はい、今後もアニメの感想やこの番組の感想、キャストへの質問などどんどん送ってきてください、お待ちしております。ラジオでも働く魔王様、リスナー家計簿をつける、こちらは皆さんが1ヶ月にどれぐらいお金を使ってるのかを教えてもらう市場調査コーナー、もう完全にプライバシーの領域に踏み込んでますけどね、送ってきてくれる人いんのこれ。いや結構いるみたいよ、マジで。すごくない？月一でやっていくことで、今回は6月の消費支出を送っていただいております。6月って何があるんだろう。あ、でもさ、結婚式とかジューンブライドっていうかさ、結婚式した人の消費すごいんじゃない？そうだね、もしかしたら。あと、まあでもまあ今年の6月をまあ暑かったよね。ああ、確かにね。冷房も入れてる人たちも多かったんじゃないだろうか。うん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 、そうね。あ、そうか。電気代、光熱費だね。電気代もね。電気代は入ってないのかな、支出には。なんだろう。でも全てのですもんね。そうだよね。ちょっとじゃあ紹介していきましょう。どんなのが来てるのか。はい、そっちだね、先が。あたしか。ゆっくり。それはもうわざと。バレたか。魔王ネーム光るキャラメルさんいただきました。ありがとうございます。
皆さんこんばんは。一人暮らしの社会人3年目です。6月の家計簿ですが、ざっくり、うん、家賃5万。お食費3万、うん。とまあ、普通だと思います。うん、しかし、スマホ代が2万円を超えていたんです。何に使ってんの？いろんなコンテンツをチェックするため、うん、イベントの配信を見たり、サブスクに入ったりというのが多すぎました。あ、今少し控えようかな、ね。だけど楽しいから、まあいいかと思っています。うん、スマホ代2万って高いね。高い。まあ今そのスマホで払えるからさ、キャリア決済みたいなのがあるから、まあでも多分それの金額も入ってるってことか。そう、そういう意味ではいろんなことやってる割にはまだ安い方だと思う気がするけど、ね、確かに、うん、でもさ、サブスクってさ、うわーこれ楽しそうとか言ってさ、ポチってなんか1個さ300円だからいっかとか言って入るやつがさ、いっぱいになるとさ、結構あれみたいな金額になんだよね。でも動画とか結構意外と値段するからね。あれを3つ4つになってくるともう 4,5 千円いっちゃうから、結構な支出になるよ。そうだよね。私でもサブスクはね、時々見直す。で、使わないなって思ったらもう解約、即解約。あ、そうね、そうね。超ケチだから。でも確かに見ない状態でね、契約しててもしょうがないからね。そうなのよ。ジムね、通わないのにお金だけ払ってる人とかね。1年くらい払ってた時あったな。だから都度払いの方がいいんだよ、みんな、ね、絶対いいジムとかは、うん、まあでもちょっとね、ちょいちょいね、なんか見直しした方がいいよ。保険とかもそうだけど。あ、そうね、お金には厳しいよ。めちゃくちゃちゃんとめちゃくちゃ厳しいよ。家計簿つけてるじゃん、うん。はい、続きまして、マオネームシャイニングヘッドさんからいただきました。ありがとう。6月の家計簿ですが、友達と遊ぶお金に2万円ほど使ってしまいました。わあ、そうだよね、うん。理由としては大学のオフライン授業が解禁されたことです。別に友達が多くはない自分ですが、それでもこんなに使って遊んだりしているので、シンプルに、友と飯を食うのは楽しいなと支出額を見て思いました。そうだよね。なんかちょっとね、飲み会もね、ちょっと解禁みたいな感じだもんね、6月はね。わかるわ。でも飲み好きな人でも2万ぐらいで済むんだね。まあ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 、うん、大学生だから。あ、そうかそうか。そうよ、うん、結構だね今。あんたみたいな、あんたみたいに無駄遣いしてないの。無駄遣い人間だからな俺。いや、でもわかる。でも私も6月多分ね、交際費は結構、うん、でもさ、その今はさ、ある程度生活できるぐらいのお金もらってるからさ、まあ普通に生活してるんですけど、それこそまあ、この業界入って、まあ、何年かはさ、仕事ないし、うん、バイトしなきゃいけないじゃん。よう、ね、うん、あの金額で過ごせたなと思う。そうだよ ね。でもきっとやりくりしてたんだよ、当時は絶対。だってそれこそさっきやった家賃5万とか払ってさ、光熱費。そうだよね。1万とか払って、携帯代も払ってとかやってたら、ね、これ、まあ、バイト代がまあ10何万もらったとして、うん、この金額で残りどうやって過ごしてたんだろうと思うもん。カツカツよな。ね、そりゃ貯金なんかできるわけねえよね。まあだからでもやっぱね、節約するときはして、うん、なんか使うときは使うみたいな、なんかメリハリが大事なのかもしんない。うん。でもこうやって、でもさ、これいいコーナーかも。なんか自分もさ、こうやって送るとさ、うん、なんか見直すじゃん。確かに。ちょっと、うん、多かったかなみたいな。確かに確かに。ちょっとやめとこうかなみたいに。ね、なるからね。ちょっと反省するわ。ちょっとなんか6月ね、本当だよ、もう送れよお前は。メール送ってこい。俺は送るの。残念ながらお時間が来てしまいました、はい。また来月やりますので、うん、7月が終わったらメールで状況を教えてくださいね、はい。以上、リスナー家計簿をつけるでした。お送りしてきましたラジオでも働く魔王様、あっという間にお別れのお時間でございます。番組では皆様からのお便り募集しております。アドレスは魔王様@joqr.net、 maousama です。自信なさそうに。お間違いのないようにね。はい、はい、よろしくお願いします。ではここでアニメの放送情報をお知らせします。テレビアニメ働く魔王様は東京 MXBS11 にて毎週木曜23時30分から放送中です。またディズニープラススターにて地上波同時見放題独占配信もございます。それから ATX は毎週金曜21時30分から、MBS は毎週土曜26時38分からそれぞれ放送しておりますので、よろしくお願いいたします。さらにここで番組からお知らせです。このラジオの公式ツイッターございます、うん、アカウントは
魔王様アンダーバー、うん、AGQR、うん、よろしくお願いします。大丈夫、深さんに任せたけど大丈夫、これなんでここのパート私なの。わざわざ字も大きくしてくれてるね。またですね、 BS11 とラジオのコラボレーションとして BS11 公式 YouTube チャンネルでアーカイブを配信することが決定しました。こちらアフタートーク付きで毎週金曜19時30分に更新されますので、何度も視聴したりお友達に普及したりしてください。はい、さあということで第3回の放送でございましたけれども、うん、なんか1回目も思ったけどさ、うん、なんか覚えてないんだよね、何喋ったか。いや、覚えてないですよ。本当だよ ね。なんなら前回の方がちゃんともうちょっとアニメの話してたかもしれない。それはしてたの覚えてる。なんか1回目だからアニメの話しなきゃみたいなのちょっとあったけど、うんうん、ね、ちょっと気負った部分、あのスタッフさんがいっぱいいたから。そうだ、みんな来てた。いや今日もめっちゃ多くない？今日多い。あ、でも半分くらいになってるかもしれない。だって前回はだって和原先生も聞いてたからね。そうだよね、そう、赤ちゃんが聞いてたから。そうだよ、さらに緊張してましたけど、でもね、今回はなんかね、りょうた緊張してたよね、前回してた。人多いとね緊張しちゃうの、しちゃうのよね、なんか。みんな来ないで、来ないで、もう次から。それはチェック、一応チェックっていうね役割を持って来てくださってるからね。あとお誕生日もね、こうやって皆さんにまさかこんなちゃんとお祝いしてもらえると思ってる。いや、もうせっかくだからね。いや、なんか祝ってよとか言っておきながら、うん、祝ってくれないパターンってあるじゃん。そうね。嬉しいとは言わない、うん、嬉しみ、うん、ありがとうございます。よかったよかった、もういい誕生日を迎えてください。はい、ぜひね。はい、はい、ということでアニメ 第2話もお楽しみに。はい、ということで今回はこの辺でお別れでございます。次回7月22日放送分のパーソナリティは魔王貞役、大阪亮太とゆさえみ役の日笠陽子さんとアラスラムス役の木野ひな、木野ひなちゃん来る。お楽しみに、どんな感じになるかね。ねえ、ちょっと真面目にするかな。真面目にしよう。木野ちゃんが来たら木野ちゃんのノリがちょっとね、どんな感じになるかね。木野ちゃんね、ちょっと時々急にさ、はいはいって言ってるんだけど、急にバンって上がる時あるよね。なんか特番の時もそうだったけどさ、めっちゃ面白いよね。そう、急にぶっ込んできたなみたいな。あれめちゃくちゃ面白いんだよな。楽しみです ね。皆さんね、それが出るのを楽しみにしてください。ということで本日のお相手は魔王貞役の大阪亮太とゆさえみ役の日笠陽子でした。バイバイ。ラジオでも働く魔王様アフタートーク。いや今さ、ちょっと空いた時間で話してたんだけどさ、うん、みんな結構サブスク入ってんだね。入ってるかな、俺も割と何個か入ってるかも。え、音楽のやつ、音楽と、まあ、映像のやつも一つ入ってて、うん、あとあの自分の好きなアーティストのファンクラブ的な。ファンクラブ入ってんの？ファンクラブっていうか、なんかその的な、なんかサイトがあって、なんかお金払えば優先してライブのチケットとか申し込みできますよみたいな。いいな。そう、それは入ってるかな。なんかやっぱみんな結構ちゃんとエンタメを楽しんでるんだ。うん、でも本当に好きなもの以外は頼まないけどね。私さ、だから最近、ここ最近だから、そのサブスク系を全部見直して、うん、今までそのお料理のやつと、うん、あと食べ、なんか食事のこうあのまあ、レストランとかのランキング評価が見れるやつね。すごいいいぞ、名前を言うんじゃないって。めっちゃうなずってる。料理の評価を表示してくれるサイトね。そう、うん、あれを入ってたんだけど、うん、まあなんか、まあなんだろう、もういろんなところ行ったし、うん、なんかピンポイントで調べられるから、よしちょっと一回なしでトライしてみようと思って、ね、意外と生活できるなと思って。だから今一つもないと思う、あのそういうスマホにかかってくるサブスク系。あ、そうなんだ、うん、本当に何一つやってないってこと？あの動画系とかさ、ママゾンみたいなやつだけ。まああれはまだママゾンみたいな、割と安いからね、うん、ぐらいかな、本当それだけかも、うん、そっか、割と時代に逆行してる感じだね。時代に逆行してるのこれ。みんなだからもう今 CD もね、割とちゃんと買ってる人いるけど、やっぱもうね、そのサブスクでいろんなアーティストが聴けるから、ね、知らないアーティストとかもね、検索してすぐ聴けたりするから。私ね、そう、音楽をね聴かないの、家も車の中も無音、うん、マジで。
寂しい。え、みんな逆に家中音楽かけたりとかしてんの？家の中だとあんまないけど、車の中はガンガンにかけるね。かっこいい。なんか風浴びて、なんか、うん、風はクーラー、ずちゃずちゃずちゃみたいな感じ。風は冷房だけど。そうなんだ、うん、そうそうそう。え、楽しくない？音楽聴きながら車乗るの。うん、友達とか乗ってたらそりゃね、音小さくするけど。へえ。なんなら俺、友達乗ってても、あの、お互いが知ってる曲流して二人でカラオケみたいなのするよ。なんかちょパリピすぎるよ。いやいやいや、車の中だからできるじゃん。パリピだよ。そんな人に迷惑かけないし、密室だから。うん、すごいわ。ちょっと私家計簿気になるから、ちょっと紹介していい？もうちょっと。家計簿気にならない？気になります、気になります。誰だっけ、あとこれか。うん、魔王ネーム、シャイニングヘッドさん。それ俺が読んだやつじゃない？本当だ。おかしいなと思ったんだ。こっちか。うずうずダッシュさん。はい、ありがとうございます。一人暮らしの会社員です。うん、6月はイベントへの交通費が4万円を超えてました。ね、食費と大体同じくらい。うん、チケット代はとっくに払っているのですが、うん、遠方から参加してるんで、まあ交通費がかかるかかる。なるほどね。毎週のように行ってるやつは数万に上ります。うん、それでも北海道や九州から東京に来る人からすればまだマシだろうとは思いますが、と。交通費ね。そうね、イベントとかは。そうね、チケット代だけだったらまだいいけど、交通費考えるとね、それこそ地方で、ね、東京に出てくる人とかは、まあ それこそ新幹線とか使っちゃったら片道1万とかね、かかっちゃうからね。本当だよね。そう考えると大変だね。だからもうあれだよね、30日とか60日前から予約すると安くなるよね。なんかね、飛行機とか安くなるもんね。新幹線とか飛行機とかね。そっか、そういうの活用しないとね。なんかなかなかさ、うちらさ、仕事でさ、うん、行くときってスタッフさんが取ってくれたりするからさ、そうあんまり自分で新幹線取るとか飛行機取るとかってあんまないよね。ないね。うん、車で移動することも多いから。そうだね。うん、新幹線の取り方知らない声優さん絶対いると思う。いっぱいいると思う。いるかな。絶対いるよ。まあでも今さ、電子マネーで払えるからさ。今スマホでできるんだよね。ピピってできるから。怖い時代だよ。すごい時代になったよ。まあ、だから逆に今大変らしいよ。いくら使ったか分かんないから。分かー、それな。電子マネーとかだと。なんかね、クレジットカードお金の減り分かんないよね。そう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 。使ってる感覚ないもんね。そう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 。実際財布から減ってるわけじゃないからね。余計に。あれだよ。あのゲームのあれでしょ。カード集め。あのピッてやったらいっぱい 10連みたいなやつとかね。あれね、課金とかね。番組とかでやるときにさ、うん、これはスタッフさんのお金だって思いながらやるんだけどさ。さすがケチな。ケチなだけある。スタッフさんのおかげでやったっつって、うん、2回やっちゃおうかなみたいな、うん、間違ったふりして2回やっちゃおうかなみたいな。こういうときしか楽しめないしみたいな。俺でも現金全く持たずに歩いてる人が信じられない。私でもできるだけ現金持ちたくないけど、ね、マジで、うん、財布ちっちゃくしたし。いやでもそれでもある程度持ってるでしょ。まあまあね、駐車場がね、うん、現金じゃないとダメなとこあるからね。ゼロの人いるじゃん本当に。クレジットカードしか持たないみたいな。いる、ね、うん、考えられないと思う。だってカード使えなかったら俺じゃんと思って。いや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 、バカ。お前バカか。いくらでもあんだよそんなやり方は。どうやって？あのスイカとか。まあだからさ、それが使えない店もあるじゃん。ないよね。現金しかダメな店とかあるよ。ある？あるあるある、全然ある。そういうお店でじゃあ買い物しないんじゃない？あ、まあ買い物はね、うん、でも今タクシーもほとんど使えるから。私車乗ってなかったら多分一時期車乗らずに移動してた時は、うん、あれだったよ、お子財布持ってから歩かなかった、マジマジ。あなた地方行ったら死ぬね多分。絶対現金しか払えない。その時はお財布持っていくけど。いや、すいません、なんかだんだんなんか本当控え室風になってきたんで、ね、我々。皆さんたくさんのお便りありがとうございました。はい、これからもお便りお待ちしております。はい、と、はい、いうことで、どこ行った俺。はい、ということでアフタートークはこの辺でお別れです。次回7月22日放送分のパーソナリティは魔王貞夫役の大阪亮太と、ウサユミ役の日笠陽子さんと、アラスランス役の木野ひなさんでございます。お楽しみに。ここへの相手は魔王貞夫役の大阪亮太と、ウサユミ役の日笠陽子でした。バイバイ。